南海道は五木七道の一つ。紀伊半島、淡路島、四国並びに、これらの周辺諸島の行政区分、及び道所を通る幹線道路を指す。両政国一覧南海道、南海道以下の諸国が含まれる。南海道諸国の国府ととを結ぶ感動でもあり、七道の中で工事とされた。長岡京以前の南海道は、木の国内に入ると、萩原駅、 木の川北岸を精神して、名草駅へ至り、さらに精神した五型駅が置かれていた。延暦十三年に平安京二都が移ると、翌々年に南海道のルートが変更された。本州側では、大阪湾に沿って進み、泉国の大駅から、雄の山峠を越えて、紀伊に入り、木の国府を経て、吉本駅に至るルートに変更された。片港から回路で、 相本市由良港に上陸して、淡路国に入りその後南淡路市三原の淡路国府へ、至る。淡路国府を出た後は、南淡路市副良港から、再び回路で、鳴門市無谷港で、四国に上陸。その後板野の大寺の群頭駅からさぬき、伊予土佐方面と淡国府方面とで分岐する。淡国府方面へはそこから南進して、徳島市名東町の淡国府へ至る。一方、 佐抜伊予土佐方面へはそこから北進し、大阪峠を経て、佐抜国に入る。香川県内の大まかなルートは、徳島県道、香川県道1号徳島引田線の大阪峠より、引田で国道11号に接続し、大内郡入京より、長尾街道をたどり、三木郡池辺号から、川島街道をたどり、香川郡一宮の田村神社を通過し、 あの軍府中京より合流する丸亀街道をたどり、佐抜国府に至る。以降は、丸亀街道に沿って精神し、中軍丸亀を経由して、田戸軍三井にて、国道11号に復帰する道程を取る。田戸軍三井より、さらに精神して、伊予国に入ると、四国中央市面取町の大岡駅で、伊予国府方面と土佐国府方面とで分岐する。田戸軍以降の香川県内から、 愛媛県内の大まかなルートは、現在の国道11号がほぼそれに沿っているとされる。しかし道そのものを踏襲している場所は少なく、現在ではその多くが小さな生活道路の一つとして、渦漏れている。一方、妻取町の分岐から、土佐方面へは、大ね国道192号から、愛媛県道、高知県道5号川野大砲線に至り、 長岡郡大豊町より国道438号を採行して、長岡郡元山町より地域道を南下し、以降は国道32号へソウルートに至り南国市にある、土佐国府に至る。小木原慰良本由良王の福良群島、引田松本三系川地亀井母祖伝、大岡石熊木に、荒山根敷をち山瀬、せ、丹治川割橋頭駅。ありがとうございます。